嫌がってる、ね、もしかして嫌がってるね、はい、47朝うち出ました。すごいね、すごいね、47行ってますね、ね、すごいすごいね、47、はい、じゃあ、どうぞ、お姉さん買って、で、外に熱入れたら、はい、やるこ、それで、昨日、うん、今日の朝、今日の朝、朝見たら、あ、7センチが2本ね、はい、最後まで形あります、あ、形ありました、はい、で、今の体重が4センチだね、で、自分で食べたのは、14グラム、お皿から、手か、手とかお皿から、お皿からですね、お皿から14、夜中のうちに、そうですね、ということはそれはね、ここに書いてください、14グラムね、はい、はい、そうするとこれが自分で食べた、はい、元気は、元気は元気ですね、じゃあ数字で言うと、例えば、これがどうなってるのか言ってるかな、あ、昨日、夜よりは元気なので50か60くらい、じゃあまあじゃあ50、はい、で今日の朝は60くらい、はい、そんな感じで、はい、大体こんなのだって主観的なやつだから、はい、適当に、はい、8.6 ね、それでおしっこ出ました、おしっこたくさん出てました、はい、昨日の夜は食べたの、昨日の夜は帰ってか ら, てから、あの夜まで、あれですね、まあ、お薬入れて、50グラムだけです、あ、これが薬が入ってるわけね、はい、じゃこれ薬と、はい、ここのカリカリ70、ごめんなさい、これは計算用の、これはそうですね、計算用の、なるほど、ね、そうか、でも夕から計算にかけてドライブ14食べたってことは、そうですね、すごいじゃん、すごいじゃん、で、ミンチしたのもいいね、すごいじゃん、はい、わかる、これはじゃあちょっとお預かりします、じゃあ、あの今日はねちょっと検査しますんで、はい、血液とそれから前回はレントゲン取ってないと思いますから、レントゲンを取りますね、はい、はい、じゃあ1回お部屋で休憩、吸入酸素